どうもこんにちは、ゆうすいです。すずねさんです。すずねです。合唱あるあるカルタを作りたい。コンサートはおふざけもあり、ローマ数字読み方迷う、外で声を飛ばす練習、わかりますかね。ページめくるとき慎重になる。あ、続いてこれも初心者あるあるで、ヘ音記号読めない。これはね、あるあるですね。まだ読めません。まあね、トーン記号が基本的にみんな習うやつなので、それでね覚えちゃってるんですけど、世の中には音符記号って他にもあって、説明しよう。音符記号とはトーン記号、ヘ音記号などの音の位置を伝えるための記号のことだ。まあもっと言えばアルト記号、テノール記号とかね、他にもあるんですけど、やっぱね、ヘ音記号は男性のパートのね音を示す記号なので、女性ってなるとさらにあんまり関わらないし、読まなくても別に合唱できるし、初心者ならなおさら読めない。逆にバスの子がソプラノの音弾いてって言った時にヘ音記号で弾いちゃう。ああ、わかるわかる。そっちに慣れすぎて。確かにな、それもある。あ、これトーンかって言ってました。これもあるある。はい、ヘ音記号読めない。ぬ、これ分かるか分かんないんですけど、高校でいろんな合唱部が集まって大会をした最後によく起きる出来事です。うん、ぬいぐるみを持って全員合唱。え、知らない。知らないか。なんかぬいぐるみ、マスコットキャラクターみたいなのがいる部活が結構あって、大会で戦った後一番最後に、じゃあ今回の課題曲、あの全員舞台上がってきて歌いましょうってなった時に、なんかぬいぐるみ持ってくるんですよみんな。うん、なんか知らんけどこれぐらい大きい、クマとかうちのマスコットですみたいなの持ってきて、こうやって歌うんです。知らない。私の中ではあるある。どうだろう、皆さんどうですかね。マジか。いや全然ない。それはマジで知らないよ。あるあるじゃない。まあ確かに思い起こせば、僕も部活でなんかマスコットキャラクター作ったんですよ。いました、うちも。ただ別にそれを押し出すことはしなかったし、部活の発表の場とかがあった時のパンフレットの一部にそのキャラクター書くとかね、それ程度だったんで、ぬいぐるみまでは知らないわ。もう私たちの部活では分かってくれるはず。結構何個思いました。あ、そう。他に、じゃあこれは前に僕が言ったあるあるの、その夏目の歌とグリーンピースの歌、自由曲で歌いがちっていうぐらい多分伝わんないな。地方のやつか。場所によってね違うのがあるんだな。ぬいぐるみを持って全員合唱。あ、これは結構上級者合唱あるあるなんですけども、歌が上手くなる方法の一つですね。パターンを知ると歌が上手くなる。楽譜って曲の終わりの音がキーの主音とかね、大事な音になったりするんですよね。それがもう決まってると。で、その音の前の音は、この音が綺麗に聞こえるよねとかあるんですよ。別にそれが理論的に分かってなくても、なんかこの音の流れだったら、次この音来るなとかね。このパターンよく見る、よく歌う歌うっていうのが、経験をもとにね、たくさん出てくるから、違う曲でそのパターンが出てきた時に、いけるいけるってね、なる。確かに確かに、頭でこの理論を知らなくても感覚で結構わかりますよね。でなんか音取りも早くなるし、私合唱やってない子の前でよくやる特技があって、知らない歌が流れてて、でもすごい知ってる風に知ってるの、知らないっていう、そういう特技があって、特技なの、ね、多分そこから来てるんだろうなっていう、予測できるようになる。あ、確かに確かに。そうね、だから初見の歌とかも大体次このぐらいかなみたいなね。そう、分かりやすい音で言うと、小学校とかのね、レイの音とかね、チャーンチャーンチャーンとかも、そのチャーンチャーンが来たら、チャーンだなっていうね、その音が分かる。これ結構上級者あるあるですね。パターンを知ると歌が上手くなる。の、喉にいいものに詳しくなる。なんかもうやたらとレモンは逆にいいらしいみたいな。酸っぱいけど、唾液出て逆にいいらしい。マヌカハリーが最強だとか、いろんなもの、喉に悪いものもそうですけど、いろいろこの飴いいらしいよ。そうな。この薬いいらしいよ。めちゃくちゃ詳しくなるし、風邪をひいてる人に塩水でうがいした方がいいよとか、言いがち。確かにな。初めて僕が龍角散っていう言葉を聞いたのも、合唱の経験者の人が教えてくれたし、喉痛い人は合唱部に話しかけた方がいいです。何かしら知ってるよね、普通の知らない人よりも、プロポリスとかね、あとね、喉飴だったらビックスってやつもね、僕はおすすめですね。サダ飴とか、同性発滴眼、発滴眼かな、発滴眼、青いやつね、青いやつ。
青くて高いドーピング剤って呼んでました。あ、ちなみにあの強制発滴癌エピソード一つあるんですけど、うん、僕強制発滴癌効果あるなっていうタイプだったんですよ、うん、めっちゃある。で、あのうちの母が声がすごい出なくなった時があって、うん、あ、じゃあ強制発滴癌いるって言ったら、あ、いるって言ったから、あ、じゃああげるよ って、うん、飲ませたらめちゃめちゃ具合悪くなりました。怖い話、怖い話だった。めっちゃ信用したのに。喉にいいものに詳しくなる。どう料理してやろうかのの方が良い時もある。いや、もう深くうなずくわ、うん、それはもう気にしないでほしい。その人がどんな人生を送ってきたかっていう方が大事だったりするから。そうですね、うん、確かに。だからやっぱりその音楽ってなったら、こんなはずでは